こんばんは。こんばんは。ありがとう、ハート、ありがとう。間違えた。何を間違えたの？コラボ配信とか間違えてしまった。あ、あるよね。やったことない。マジ？うん。ある？ない。今絶対ある言い方だったよ。ないんですよ。よし、じゃあ始めよう。はい、こんばんは。あ、伸びてる。今日も疲れて、ありがとう。雨そんなすごくなかった。なに？どうしたん？こうなる。え？そうなるよね。なんで？バグってます。意味分からへん。あ、そうです。奥村桃香ちゃんがいます。あ、なった。あ、なった？うん。携帯がバグってるらしいです。始めますね。こんばんは。スタート。スタートです。あ、来ました。あ、私のところに通知が。え、フォローしてくれてるの？してますね。チュキ。だからなんか、あ、今やってる。ユナちゃまとにした。レナもあれやろ。ユナちゃまと。あれさ、どこでやるんだっけ？横行った。あ、確かに、うん、横で喋ります。横に行きますわ。あれやりたい、ウェルカムコメント。え、カジちゃん、そうなんかさ、昨日とかも、うん、体調、そうそうそう、なんか体調悪いって X とか出てて、あれって思ってたら、そう、今日も悪い。待って、めっちゃ不思議やった。アングル？めっちゃごめん、めっちゃ不細工だった。鼻の穴とかめっちゃめっちゃ不細工だった、自分の顔みたいな。やばい、めっちゃ恥ずかしい。やばい、恥ずかしい。これをどうせね、切り取られてね、皆さんいっぱい切り取ってください。切り取られて、私はね、不細工すぎるって炎上するんですよ。最悪。じゃあ楽しみだな。思いっきり真下から撮っとった。最悪や、最悪だな、それ、ね、足元とか映しておけばよかったんだけど、ほんまにね。今もこうすればいいのか。お茶目なんでね。暗くない？なんか暗いよね、こっち。あれ、トーンアップしてる。一応あ、トーンアップしてんの。トーンアップできるで。まあ、いっか、これ偉い。私トーンアップしてる。もうめんどくさいよね。染みますね。めちゃくちゃ関西弁だなって。そうだよ、うん、NGT なんですけど。そう、間違えてるよね。NGT なんですけど、 NGT なんですけど、バリバリの関西弁で。そうなんです。すみません、あとドスッピンですね。あ、ドスッピンってないとこ。この子ブサイクさん。すまん、どんぶらこって。そうだよ、何の知り合いって。あ、今日はあのラジオなんです。あの深夜のラジオで、うん、あのラジオでできた友達です。はい、友達です。友達なんですよね。はい。あ、すごい、立ったよ。あ、え、ありがとう。お、東京のサンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。友達で笑ってる。友達です。友達ダブル。何ですか、笑わないでくださいよ。うちらの友情バカにしてんのか。笑われてますか。おもろいな。そうです。ほんとそんな、あ、偉いですね。またこれいいでしょ。偉い、いい感じ。あ、偉い。それ丸いよ、ね、うん、転がる、コロコロ転がる。マブダチですかって。あ、マブダチですね。マブダチってなんだっけ。めっちゃ仲いいってことだよね。そうだよ。じゃあそういうことです。え、本当に友達ですか。何ですか。そうだよ、そうだよ、そう。え、これどうやってやろう。ハートありがとう。面白いもんなってきた。あ、そうなんだよね、面白いんだよね。ピンクに合う。下からなんですけども、ほとんどこれしか持ってないです、ピンク。あ、めっちゃ下からやった。やばいやばい。面白い、やばい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 、ほんまにやばい。え、男の子の友達じゃなく女の子。女の子だ
けども女の子だけど、あ、これでいいんじゃない。そう、あ、これでいい。で、ゆな太郎をこう召喚、よし、オッケー、召喚、カシャ。確かにもうちょっとこっちにすればいいのか。これで、これでいける。あ、じゃあこうする。てかさ、あ、そうだよね、そうしよう。あ、カフェラテを通ります。天才お、え、いいんじゃない。天才だ、やばい、めっちゃ頭でかい、帽子かぶりたいかも。え、頭でかち、私めっちゃ頭でかち。嘘、今日めっちゃストレートじゃない。ええ、え、え、めっちゃストレートだよ今日。うん、照れ、照れてるってことなのかな。うん、あ、おもろいな。なんかほぼうちいいんだけど自分のほぼなんか私だけど大丈夫かな。いや、あまりにも可愛すぎて、多分カメラがうーんってめっちゃ勝手に決まってる、うん、そう、はあ、面白いです止めちゃった。あ、止まってます。あ、動きました。復帰なりいっぱい見とこね。こんばんは。こんばんは。はあ、関西弁映りそうって。まあね、やっぱトーンアップをね、するだけでもこんなに全然違う。トーンアップしなさい、トーンアップを。可愛いからいいんですよ。私はトーンアップしないとね、あのもうクマがひどすぎたけどでもみんなめっちゃクマすごい人だよ。え、ほんま？私もクマすごいよやばい、メイクしてこればよかった。なんで？いや、すっぴんがひどいので。嘘、初見です。ゆなちゃんのお兄ちゃんやってるって。お兄ちゃんいるんですね。お兄ちゃんやってますお兄ちゃんやってるんだって。うーん、じゃあ私は誰かな。うちにも、私は近所のおばちゃんで近所のおばちゃんでいいかな。ゆなの、うんおもちゃんこんばんはって。で、こんばんは、ちゃんと挨拶してくれて。そう、マナーがね、いいですね。年齢そんなに変わんやろとか。何？三個？でも三個、三個違います。はい。え、二十一、今一？うん。二になる年？ならない。一になった？なった。じゃあ二個です。二個です。私は十九。ね、待って、甥っ子に欲しいって書いてた。あれ男の子。甥っ子にはあげません。なんで甥っ子なんだよ。どうぞ、おいっ子に。おいっ子にどうぞ。ね、分かった、じゃあおいっ子に行きますわ。うん、じゃあおいっ子でよろしくお願いしますおいっ子だって。じゃあおいっ子で、おいっ子で、ね、桃太郎で行きますね、これから。お、じゃあいいじゃないですか桃太郎、いいじゃないですか。桃太郎で行きますわうん、笑われてるよ。アイドルポッほら、私がってこと。いや、私だよ酒飲んでないです。どっちが先輩え、先輩、何の話。ゆなちゃんじゃない。私かな、私ですあ、おしゃべりな私見られる配信ない。いい、いいって。でもさ、前めっちゃさ、なんかゆなちゃんのファンの方かな、分からへんねんけど、うんうん、なんかこんなゆなちゃんを初めて見ましたみたいな。 この前のハロウィンナイト、なんかテレッテレッテ、あれ見て、うん、なんかこんな、なんか元気なゆなちゃんというかあのよく喋るゆなちゃん初めて見たみたいな。そう、ツイート流れてきた。嘘、初めてなの。そうそんなことないでしょテンション高いってさ。でもなんか一人で喋ってるとテンションがそんな上がらないんです、うん、上がらないというかさ、なんか部屋で喋ってるから、うん、あの聞こえないように、うん、なんか結構小さい声で喋るからさ、うん、そうするとあのどうしてもね。え、私、うん、部屋で一人でポツンってやっても一人でやってそう、やってそう、ずっと喋っと、ね、ありがとう、あ、虹が出ました。ずっとえぇーって喋ってる。そうそう、でもさ、その大笑いする自分の話してることで大笑いってむずくない？いや、私一人で爆笑した。なんで？なんでね？分かんない。言ってくれ、でも確かに言ってくれたので笑ったりする。うん、一人で言って、うん、一人で。あ、自分で？これ、うん。え、嘘。
じゃあ結構違いますね、うん、ここ結構違います。じゃあ、うん、アホみたいにバーって喋って一人で笑ったもん、うん、なんなんかさ、お話し会とかでそうなんか対面お話し会とかで喋るときは、うん、あの普通に大笑いするんだけど、うんうんうん、もう一人はねちょっと、うん、笑えません。そう、私機嫌が悪い時のと機嫌がいい時の差が激しすぎて機嫌が悪い時はえ確かに確かに、うん、分かる分かる。そう配信でだってさ配信は配信まあ確かにな配信もある。そうけどさ普通に、うん、そこでいつあ今日元気めっちゃ元気な日だ元気だ元気だ今日めっちゃ疲れてる日や。そうなんか公演とか、うん、公演っていうかそのイベントとか終わった後はめちゃうんもうほんとなんかめちゃ眠そうだよいつも、うん。だけどめっちゃ元気な日はめっちゃいっぱい出た日はずっと喋ってる。ずっと喋ってるって言ってる。そうなのよ、ね、そうなんですよいつも違う。えもう本当に違う。あ本当だ本当にいつもといつもテンション違うってよ。本当に違う。私別人なんですかってくらい。別人ですかもしかして。なんかあの3人ぐらい予備してて、あ今日はこの子多重人格ですか。今日はこの子で今日はこの子でって感じらしいです。あレインボースターありがとう。ありがとうありがとう。ハートありがとう。エイジュさんありがとう。こんばんは楽しいからさこの時間の配信楽しいから定期的にやろうとね。やろうやろう。中人格だ。お奥村さん、そう奥村さん東京奥村さん東京にいます。そうです、奥村さん東京にいます新潟から東京にいます。はい、もう新幹線の中も目がパキってなんて携帯見てましたあらかぼちゃありがとうそうもう永遠携帯見てた。いつも起きてるの。起きてるよ。お嬉しい。需要高いってありがとう、うん、奥村さん兵庫なんだって。そう奥村さん兵庫なんです。兵庫出身です。もうバリバリの関西弁です、うん、姫路市なんです。あのさ姫路城のさキャラクターの白丸姫白丸姫あれが忘れられない。秋山里奈ちゃん白丸姫の T シャツが気になるご様子ねえお前それ見たよ。ほんと可愛いあれあれしかも同期で、うん、同期に松坂沙保って子がいんねんけど、うん、そのさ松坂沙保もその文章お気に入りで、うん、秋山里奈ちゃん白丸姫の T シャツが気になるご様子ご様子ってめっちゃ面白い。めっちゃ可愛い。気になるご様子です。気になるご様子なんか。そう可愛いね。お気に入りです。本当に可愛い、はあ、なんで仲良くなったのラジオだね。そうですラジオだってラジオでさ、うん、初めてごちゃ来た時、うん、もうマジで人見知りやけど、うん、なんか机に置いてあるやんこういう資料みたいな、うん、あるあるある置いてあって私誰がおるんやろうと思ってそこで見たの。そこで見た。あ、そうなんだ。そこでバーって見てたら、うんうん、AKB 吠えてた秋山由奈、うん、え秋山由奈えガチと思ってえマジかと思って、うんうん、目をそろって座って、うん、ほんまに来るんかなと思って知っとったからゆなちゃんのこと、うん、でこうやってしてただしてやってたらえガチできたと思ってガチできますよ。えでもえなもなんかさみんなさあとか言ってさ、うん、すみちゃんとかバスケだから知ってたからさ、うん、それでおーとか思って見ててさ、うん、あえ48グループって、うん、今2人しかいないんだってなって、うん、思った。私も STU さんとか前あったから、うん、そう NCT と AKB だけって聞いて、うん、えそうだからゆなちゃんとももかだけ。そうだから見てでもめっちゃ覚えてるよね。あのさももちゃんはあの初めての時にこのこれぐらいのカードにあの NGT48 の送るももかですよろしくお願いしますって書いて、はいうん、あのなんかおでんケーキでおでんケーキ姫路おでんケーキそうをみんなに配ってくれましたそうかぼちゃありがとう。そうなんです。そうなんかマジで全然、うん、多分ほんま加入したばっかやからマジで芸能界知らなさすぎて、うん、とりあえずメッセージカードで、うん、名前を覚えてもらおうと思って、うんうんうん、そう意外と女子じゃんってどういうこと女子ですけど女の子です
そう、おでんケーキ、おでんの形をしたケーキなんだけど、うん、ね、ロールケーキとかがあって、うん、そう、奥村さん X してないですね。そうです、奥村さん X してないです。でもぼちぼちできるんじゃないかな。あ、本当？なんか先輩とかどれぐらいでやってたの？いや、分からへん。どうなんだろう、人によってって感じ、うん、人によってかな。そうなんだ。でもやりたい。で、4期のやつあるもんね。4期のやつある、フォローしてますよ。4期のやつで結構ツイートしてるけど、うん、ね、見てる見てる、うん、あ、今日はこの子だってなって。どうなんやろ。でも多分もうそろそろできるんちゃう。できたらいいなって感じ。できたらいいな。だってね、だって分からんけどね。分かんないよね、うん、どうなるでしょ。意外美味しい。本日はカフェラテです。うん、ちょっと寒かったんでね。ここはちょっとあったかいけど。そうそうそう。あ、秋山さんって AKB48 って言った人。そうです。あ、いる。何？何の？何？誰？まあ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 。何？いやいや、何ではないです。気になる気。気になる気。選抜様。選抜様。この気なんの気。気になる気。今度ご挨拶。え？ありがとう。ご挨拶行こうかなって言ってるよ。え、でもノエさん知ってる気がするんだけど。気のせいかな。あれあれ認知済み。あれあれ、あ、ハートありがとう。ペペニーさん、アイチューさん、ありがとう。イノちゃん NGT の5期生に欲しいだって。ごめんなさい、ごめんなさい。ねえ、 AKB なんで。そうだね、兼任するって。今いないもんね、県民ね。あ、ありがとう。秋山奈ちゃんの配信より近くて面白い。どういうこと？ん？配信近くて面白い。あ、これ画面じゃない？多分さ、覚えてたんで。すごいね。え、何が何が？やち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 。あ、覚えてた。いや、知ってますよ。うちのユナをね、舐めちゃいかんですよ。いかんですよ。結構記憶力あるんですよ。うちのユナをね、舐めちゃいかんですよ。ユナちゃん、はじめまして。待って、私これ見えない、この文字の小ささ。嘘。え、なんでこんなこう、そういえばなんでこんな大きいの。え、なんでなんで、こう大きくできるの。文字を大きくした。どうやって設定で。なんのこれ、これ出てんの。え、なんか設定でできる。普通の iPhone の大きくするみたいな。 iPhone の、うん、え、待って、それさ、なんか全部の文字が大きくなるやつ。うん、ショールームだけできる。え、なにそれ。ショールームの設定からできる。あー、ありがとう。なんだこれ、なんか星ありがとう。星ありがとう。あ、そうなんだ。そう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 、そうなんよね。確かにね。ゆなちゃんとももちゃんのルーム行ったり来たりしてる。え、ありがとう。交互に。マジでちっちゃい。前までこれやってんけど、うんうん、ちょっと今楽楽もん。いや、本当に楽楽もんレベルのマジの大きさ。何楽楽もんって。おばあちゃんが使うの。かわいい。そう、年齢の面白い。やめなさいよ。本当に。だよ。ごちゃです。そうだよ。ゆなちゃんのファンの方かな、めっちゃフォローしてくれる。 NNB さんも受けてなかった。え、受けてましたよ。ゆなちゃんは初めてのオーディションが AKB48。 うん、すごい。そうです。あ、コブさんありがとう。クマさんすごい。ゆなちゃんは何歳ですか。だって今18歳です。今18歳です。知ってるよね、こっちは。知らない人もいるよね。12月12日が誕生日です。こっち知ってるね。知らないね。イニイニ。そうです、イニイニだって。
覚えやすいでしょ。めっちゃ覚えやすい。そう、もうすぐ、もうすぐ、うん、確かにね。確かに、なんかこっちのさ、この距離いいかなと思って喋ってたらさ、こっち意外と近いんだね。え、近い、なんでこんな近いの。さっきさ、こんなんで喋ったからめちゃめちゃ近いよね。ちょっと後ろにしてみる。確かに、あ、そう、ケンケンちゃん、頑張れ。おお、頑張ってくれました。いい感じです。ちょっと味噌汁取ってくるわ。ここ、じゃあ一人で2つやりますね。味噌汁取ってくる、ちょっと待って。車ももかちゃんは味噌汁を取りに行きましたので、2つはやります。ももちゃんいないので今ね。ゆななって、ありがとう。静かになったってね。あ、生誕ティー、ありがとうございます。そう、今日は夢見とお揃いのやつです。あ、同期とお揃いのニットですっていう。あ、確かに、おもちゃんルームようこそ。こんばんは、いなっち、ありがとう。画面違う、確かにね、これ暗いですか、こっち。本当だ、なんか全然違うね。じゃあ明るいです。暗いね、ここです。あ、帰ってきました。味噌汁、味噌汁取ってきました。あの日は空が光ってた、時計が叩きするように少し遅れて。見て、うん、コーンポタージュにした。なんかコーンポタージュの匂いするなって思った。気がする、そんなことないか。混ぜた、混ぜないか。いい、でもそんなことないんじゃない。帰ってきました。すごい、ゆなちゃんのルームが、うん、早い。コメントが。味噌汁じゃないんかいって。あ、タワー来たんじゃないって。嘘。気づかなかった。ちゃんちゃん。こっちめっちゃ白い。じゃあこっち、トーン下げてみるか。あ、タワーが来た。どこだ。トーン。探せー。あー、あった、たまちゃんさん、ありがとう。トーン下げた、ありがとう。いや、トーン、お、誰だ。トーンが誰だろうね。やっぱトーン明るい方がいい。あー、マリオちゃん、していいの。うん、もちろん。向こう、向こう側でしていい。全然いいよ、ありがとう。やるやろ、やる、やりましょう。マリオちゃんが来ました。いっぱいだった、向こう側にいたから誰か、うん、え、やるやるやろ。なんならこっち来なよ。いい、マジ、皆さんこんばんは。おえ、なんか、え、そういうこと。こんばんは、そう、マリオです。レインツリーのマリオと申します。マリオちゃんです、ね、デビュー、そう、おめでとう。そうなんです、パチ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 。そうなんです、来年1月にデビューします。やっぱりスーパーマリオ。スーパーマリオ、そう、スーパーマリオです。でもそっから撮ったんだよね。そう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 、そうです、そっから撮りました。そうなんです、よろしくお願いします。ちょっと充電器持ってきます、うん、全員てて、秋元先生がプロデュース。そうだ、確かに、ね、ももちゃんもかと。あ、気をつけてください。熱くて飲めない。ちょっと夫婦して飲んでもらっていいですかね。夫婦できない。え、なんで。猫舌ですよね。そんなことない。猫舌だよね。私猫舌すぎてなんかすぐベルやってるし。猫舌なのに夫婦しないの。はい、しない。絶対してください。はい、ねえ、あって、ありがとう、みんな。猫舌3人はどういう関係。ごちゃです、本当に、ね。全員人見知りは昔はしてたけど今はほぼ、うん、ほぼ。じゃあ、え、やっぱこっちでちっちゃい方でやるよ。え、全然なん、いいの、いいよ、きなはれ、きなはれ。こっちなんてさ、最初さ、うん、こう対面で座ってたのに隣でやってるから、行くわーって言って、行くわー言うて、そう。めっちゃ筋肉痛。きなはれ、きなはれ。それでラジオトークはラジオだけやけど配信でない、カモ。そう、ごめんな、ラジオトークやったことないんだよね。え、あ、ラジオトークやるの。うん、違う。そうだよね、うん、ショールーム。じゃあショールーム3つです。この3人でトップ取った回数が多いのは誰。え、マリオちゃん、私
2回だけど、うん、どっちもなんか多分1人はない。2人ペアで、うん、どっちとも2回。どっち何回？どっちも2回じゃない、間違えた。2回、3回。3回。え、すごいわ。あ、私6回。すごい、お、嘘つけ。すごい、嘘つけ。もう1番ですね。はい。え、本当に1番多いの誰なんだろう、普通に。え、あゆちゃんじゃない？あゆちゃんかな。あ、確かに毎回コスプレゲットしてるの、ね、あゆちゃん、心ちゃん。あ、コロちゃん、コロちゃん、なんか頭脳系だと最初とかもめちゃめちゃ、うん、確かに一番最初さ、もうほんとずっとカジイちゃんかなって思ったけど、途中からカジイちゃん何、暑かったの、あっち、だからフーフーしてもらっていいですか。フーフーしてもらっていいですか。暑くてびっくりしちゃった今。皆さん言ってください、フーフーしないんです、学べないんです、学ばせてください。学べないんです、21歳学ばせてください、学べない。落ち着いて。すいません、落ち着きます。あっちでね、めっちゃ暑い、分かって、暑、ね、かったらフーフーするよね、みんな。その通りだ。何度も同じことを繰り返す、ずっと繰り返す、ずっとフーフーとか言って、ずっとフーフーしない、ずっと何回も繰り返すの。横の方が映るよね、横だね、うん、横の方が安定するよね、なんか。そうなんだ、あんまり横で やってなかった。え、いつも縦だった。ゆのさ、いつもなんか立てるやつ、スタンドみたいなのに立ててやっちゃうから、うんうんうん、立てなんだよね、いつも。いいかな。そう。え、どこに置けばいいんだろう。確かに。ねえ、確かに。で、この後、え、最強水晶体。ありがとう。いやー。ここで手で支えておこうかな。え、大変じゃない？ 15分ぐらい。1日。なんか、うん、扇風機とか。これじゃ動いちゃうしな。あ、あれだ。あ、いいのがありそう。 あ、大丈夫？大丈夫。あ、これだ。これだ。来た。すべてはこれで解決しました。これで解決します。すべては。立ちます。配信する。ライブ配信開始。通常ライブ。OK。いやー！スタートー！いやー！スタートしました。誰か来るかな。ね、メイクすればよかった。ずっと言ってる。マジメイクすればよかった。大丈夫だよ、可愛いから。大丈夫だよ。大丈夫だよ、可愛いから。今日はゴチャのスタジオにもう来てます。はい、来てます。控室で。あ、ラブナさんありがとう。ありがとう。あ、アンコロモチありがとう。アンコロモチ。じゃん。アンコロモチ。皆さんこんばんは。ペッタン、のゆなちゃんとももちゃんと一緒に配信してます。やっほー、お疲れ、こんばんは、みんな、やっほー、こんばんは。ハイズさん、フォローありがとう、ナイス、今日からよろしくね。やっほー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 、スペゲスです、スペゲス、豪華でしょ。はい、豪華なんですよね。豪華でしょ。豪華で、自分で言って豪華なんですよ。なんて言ったって、この豪華ですから、豪華ですから、著作権なんて言ったってゴッホですから。なんて言ったってゴッホですから、やばい。そう、3人なんですよ、すごいメンバーすぎる。全員秋元康先生プロデュースのグループ。そうです、どれ見たらいいか分からへん。ね、思う。AKB48 の秋元優奈ちゃん。そして NGT484 期生のももかちゃんです。ももかちゃん、奥村ももかちゃんです、うん、はい、皆さんぜひ今ね、3人ともねショールーム配信やってるから、よかったら皆さんフォローしてください。ゆな、はい、ちゃんとももかちゃん、お願いします。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 全部に終わるときスクショタイムしよう。絶対、え、したいね。しよう、したい、したい。真ん中がいいよね、これ、うん、今日はちょっと全部はコメント読めないんですが、すみません。3人とも豪華すぎる。え、お、いや、この服も豪華なんだけど、この服が一番豪華で。ゴッホだから、見せたいの。ゴッホだからね。あー、虹ありがとう。レインボー。かかったよ。ぐちゃの日って感じ。そうだね。確かにそうだわ。コーヒーさん。美人がいっぱいだって、本当に？いやーね。いやーもうそんな、そんな言われても何も出ませんよ。
なんか出してください。なんか出してください。出ません出ません。出ませんか。出ないって。あ、マリオちゃんから来ましたって、ありがとう。おー、よかったー。ありがとうねー。ありがとう、言ってくれて。ナイス。ありがとう、ガラグさん。I love you がくれた。え、サクラティのラジオトーク聞きながら見てますって。え、サクラティラジオトークしてるらしい。らしい。わかんない。あ、それが隣かな。あ、あ、なるほどね。うんうんうん。一人でやってるのかな。で、ね。キャバミーチもヤッホー。突っ込まないからボケまくりだってよ。もうね、それが一番いい。突っ込みなんだけど、どちらかというと、でもなんかももちゃんもボケすぎててなんかどれを突っ込んだか分かんないからもう途中からほっと気がする。ね、手放しでいいよ。手放しでしょ。それよりもなら手放しでしょ。おーすごーい。いやすごい。別にさ、ね、今さ天然でしょ。今のやったの本当に天然でしょ、うん、天然じゃなくておバカなんじゃん。天然なんだよ。天然なのか私天然ででも天然の子って天然って言わないんでしょみんな。ヤナちゃんがお世話になってます。いや、こちらこそです。ああこちらこそです。福清さん、あ、ありがとう。ありがとうございます。福清さん、ありがとうね。いっぱい手した子ね。福清さん、ありがとうね。ありがとうね。聞いてくれて、いい曲で。あ、ありがとう、聞いてくれて。ねえ、あれ見たよ。自作のやつ。え、なんだっけ。はい。あ、秋田の。出て何秒？何秒のレベルで？話して。いやいやいや。え、嬉しい。レベルで聞きました。本当に？いや、私は、あの、本当にいい声だなって思ったね。思ったね。誰？誰？本当に。めっちゃ嬉しい。めっちゃ良かった。めっちゃ良かったよ。初めてね。作詞作曲した曲があって昨日公開したんだけど、見てくれて28秒とかで見てた。嬉しい、めっちゃ嬉しい。でもなんかね、結構今までの投稿よりすごいインプレッションがあって、あ、ね、X とかね、そうそうそう、久々に1万インプレッション。おー、本当にみんなのおかげで。あれってインプレッションっていうの？インプレッションってやつって、うん、なんかさだった気がする。そうなんだ。あの SNS 音痴なんですよ皆さん。だからつまんないよね、いつも。そんなことないよね。可愛いから何でもいいんですよ、ほんまに。可愛いだけじゃん。え、私最近あれハマってる。なんだっけ、チュ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 。待って、分かる。あれ、なんだっけ。わかるよ、わかる。え、あれなんかあのなんかこんな、つまるよ、つまる、つまる。わかんない。めっちゃハマってる、あの歌。バースタさんみたいな曲。だって。3人で TikTok 撮ってほしいって。やべえ、マリマリがゆなちゃんと普通にお話ししてて超ビビる。なんでなんで。わかんない。なんで。超ビビってる。デートコンビ。そうだよ、この2人デートコンビ。そうなの。ゆなちゃんとももかちゃん、デートコンビです。デートコンビなんです。デートコンビ。そうなんです。お楽しみに。お楽しみに。名前でください。はい、ナナのおじさんさん、いつもありがとうね。木本康一チルドレン。イエス。ママかおりさん、はじめまして。そうだね、最年少。確かに最年少です。私と、あ、そうだね、私とモアちゃん。私が最年少。絶対違います。私が最年少です。もう20超えてるでしょ。いいえ。でもさ、私16歳。どうなんだろう。16歳どうなんだろう。え、でも10代でも全然いけるよ。ひさきちゃんが一番上だよね。あれ、違う。あ、そう。で、次はなかしさきちゃん何歳？え、わかんない。28とかじゃなかったっけ。お姉さま、お姉ちゃま。そう、なかし25?6?5?5 だった。うん、5、6だったね、確かに。で、次がマヨから、マヨ23。あ、2000年。あれ、あゆちゃんは。あ、同い年。同い年。あ、え、一個下だ。あゆちゃんが一個下。あゆちゃんが一個下か。え、待って。え、あれ、お姉ちゃんも多分そう。あれ、うん、多分一個下で、それ、あゆちゃんとすみぽんが多分同い年だったような。あれ、さくらちゃん、サクラティンは20になったばっかりみたいな。あ、そうだ、さっきのメリーになりましたって言ってたもんね。うん、
そっか。ゆなちゃんルームからありがとうございます。おークーリーさんありがとう。やっほーやっほー。ゆなちゃんの SNS 鍛えてあげて。いや全然本当に俺は鍛えるとかそんなもそれほどじゃない。本当に教えてください。全然あのペーペーなんですいません。ゆなちゃん見つかった、見つけてくれてありがとう。あ、ゆめさんありがとう。空、はい、コンソプ空コンソプしまって、晴れ渡る雲よくありそう。晴れ渡る雲っておかしいでしょ。晴れ渡る空、うん、晴れ渡る雲って晴れてないじゃん。確かに曇ってるの。確かに晴れてんの。晴れてんの。曇ってます。私このギフトめっちゃ可愛くて好き。このクマちゃんのベレー帽のやつ、ありがとう。ベレー帽なの。わかる。可愛い。めっちゃ可愛い。だってなんかたまにさ可愛いの。テレテテテテレテテテハロウィン。え、テレテテテンじゃないよ。でもわかんない。テレテテテテンだよな。あ、テレテテテテン。テレテテテンチュ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 ン。ね、全然違う。ラジオ前はこんな感じでまったりおしゃべりしてるんですか。だってそうだよ。まあ、でもそうだよね。うん、そうです。ここ控室でもこうこうこうで並び、おこの3人だよね。私こっちで、ゆながここ、トゥントゥントゥンって感じ。そうで、ずっといつも座ってます。そうなんです。そうパタパタさせてる人いる。ねえ、トゥルトゥルじゃないって。トゥルトゥルトゥルン。おお。ねえ、なんかさ、その話するの。もう無視してさ、そこでいじるべきは。普通でしょ。普通、いつも通りすぎて。日常茶飯事すぎてね。何？でさ、ハロウィンナイトさ、やってたじゃん前。だからさ、その後ハロウィンナイト検索したの。あの曲なんだけど、うん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 、そしたらなんかもう YouTube のおすすめがハロウィンナイトしか出てこなくて、私のせいだ。そう。あ、違う。いろんなやつの。テレテテテテン。テレテテテレテテテ。あ、そうだよ。今年やった？やる。パフォーマンスしてる？した？これ？うん。あ、これやってない。あ、やってないんだ。そう。一回ね、去年のコンサートでやったんだけど。うん、あ、そうなんだ。そう。ナナナナナナメコ。ゆきりさんもいっぱい曲あるから大変そう、覚えるの。そういっぱいある。だからその去年のそのコンサートも本当に、うん、あのねみんな泣いてた。ゆなだちゃんそうだよね。そう、詰まりすぎてて。え、待って、何期生だっけ。18期なんだよ。18ってすごいよね。だってさ、18年じゃないでしょ。しかも18年じゃない、毎年じゃないでしょ。毎年じゃない、決まってなくて。でしょ。そう、もう相当な年数分の曲を。もう次は20期をのオーディションが終わったところなので、うんうんうん、今5期生のオーディション中、はい、中だよね。入ってくるんだ。入ってきます。新しい。そう、すごい。やだ、かわいい。なんでさ、私メイク出てる、出てます。まあでもね、でもそうだよね。違う、違う、あのね、嫌っていう顔じゃなくて、うん、不安。あえ、どういう不安。あ、その怖がられそうって言う、うん、大丈夫で喋ったら全然キーってなんかお前顔芸なのよ。そう。うん、うまいなりかけました。真ん中は芸人さんなんですね。そうです、芸人です。芸人さんですねってね。ね。キラキラアイドルちゃまですけど。キラアイドルちゃまだってさ。あ、ありがとう、お化けいっぱい。キラララララ。そう。芸人さん笑って真ん中好きだって。あ、よかったじゃん。パサおめでとう。自分のにはしないっていうね、うん、もうコメント読んでないけど、もう安心感があるんですよ。なんかもう真ん中の人 M1 出てるってよ。出てない。出てないな。ね、すごいハロウィン背景、うん、曲がってるね。え、違うの。普通だった。今も普通だよ。え、なんで。自分で設定できるってこと。できるはず。嘘、できるんだ。できない。うん、これ配信もう今やってるところでできるのかな。できない、できないか。全然ハロウィン背景じゃない。
もう背景変えられるって。そうなんだ、過ぎちゃった。そうなの、今日は来ちゃったよ。そうだよ、何するんだろう、みんな聞いて ね、何するんだろうね。え、何するんだろう、何だろう、え、なのじゃないですよあの大喜利系嫌いだもんね。そう、ゆなちゃんは大喜利系。じゃあ、あなたは得意でしょ。あなたは、いやいやいや、どういう系が苦手。私本当に大喜利苦手で。知識系苦手。本当に私大喜利苦手。大喜利の、マリオちゃん何が苦手なの逆に。でも大喜利とか嫌いっていうか、あの、うん、上手くなりたいって思うけど結局真面目なこと言っちゃってちみたいな、あー、わかる。面白くないからやりたくないんですよ。私本当に苦手。振り、ね、振りじゃないです、もうガチです、これは。はい、泣きますよやらせたらねこっちに言うって、ね、泣くの。泣きます、本当にもう嫌すぎてね。もういいんです。違いますように。今日は通常通りのスタートなのかな。あ、どうなん、あれ、なんかでも余計あるよね。あった、なかったっけ。延長ありますか、誰か知ってる人を。なんかなさそう、リスナーさんの方が詳しそう。なんか野球今日なくない、あるんかな。なさそうだよ、なんか雨だよ、雨、今日めちゃめちゃ雨だよね。今日ないよって。今日通常通りだって。お、ありがとう、教えてくれてありがとうございます。ありがとう。中止、あ、野球がなくなったんだ。あ、なるほどね。確かになくなるよね。コスプレが長くなってほしかった、先週の。あ、ね、めちゃめちゃ短かったよね、コスプレ、うん。自己紹介もありませんでした。一瞬で終わっちまったもん。マジで、心臓バックンバックンなる、ああいう発表の時。ああ、自分自分の番。うん、ならん。なる、なるよね。うん、なる。なれへん、一生。確かに、でもなれない、な、うん、なれないよね、うん。でも最初よりかは喋れるようになったって感じ。ああ、確かに最初だってさ、本当に最初がガチガチだと思う。ね、もう全部頭の中で文章こうずっとウィーってやってた。でもゆなちゃんも最初からめちゃくちゃ話すの上手いなって思ってたよ。ね、嘘。そう、なんだこのしっかりした子はみたいな。なんで。AKB 通用って思ってた。いや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 思ってた、正直。何もできなくて本当に。もうなんかだって何言われてもちゃんとさ受け答えする。嘘、できて、できてる？そう。だからさ、自分でできてるって思ったことないです。何ですかって返しちゃうから。そう、何ですか、何ですか、はい、何ですか、もう一回ですかもう一回ですかっていうね、もう一回言ってください。何でしょうか。そうですよね、この状態です。でもそんなあなたも好きよ。ジュッ、本当は第2回目の2回目のチュー来ましたね。今日はいっぱいいるの。え、マジで、もうゆなちゃんってマジで頭がもういいんやなってなった。え、そう、いやいやいや、頭いいのがわかる。いやいやいや、で、私も頭がいいんやなって思った。んんんんあれあれ、うん、私はめっちゃ頭いいよ。なんて言ったって農業高校だからね。わかんないな、あんまり説得力ないんだけど。農業高校ってそうやってやるの、うん、畑耕してた。あ、本当に。え、馬に餌あげる。あげる。え、すごい。どっちが馬。今どっちが馬だったの。もうちゃんが馬でした。そう。めっちゃ笑われてるよ。ありがとう、笑ってくれて。さくさしてる。私を見て笑ってくれる。笑ってくれたら嬉しいわ、本当に。いくらでも笑う。生きがいを、生きがいを感じます。笑われることが、うん、最高だね、それ、うん、もういいじゃん、いっぱい笑うよ、うん、笑うことが特技なんです。幸せですもの、人が笑っていたら。私生徒会長なんだって。ゆなちゃん生徒回復、うん、あ、そうなんよ。あ、そうです、生徒会長なの。え、私生徒会、生徒会長聞いて、聞いて、私生徒会にね、立候補したらね、うん、あの、ほんと1票だったんだけど、え、何票、何票中1票なの。わかんない、わかんない、多分その総数がわかんないから。なんだろうね。え、多分1票その1票誰、逆に気になる。私だったんじゃない、私の友達。
もうそこは提携結んでたんだ。嘘で、私あれもある、あの学校の学級委員もあの一票で、それはなんか男の子が投票してくれて、え、好きじゃん、絶対好きだよ、好きじゃんそれ、ゆうくんだよ、ゆうくん好きじゃん、絶対ゆうくん好きだよゆうくんゆうくん悲しかったな、なってくれなくて。絶対ゆうくん好きだ私ゆうくんのことは好きじゃなかった好きじゃなかった、ゆうくんごめん、ゆうくんごめんなさいごめんなさい、ゆうくん絶対好きだったんだよね、ゆうくんね、ゆうくん見てるかって、見てたのすごい、ワンちゃん見てるかもよ、嘘だって好きなんだもんってなんかしわしわしわ、この何年越しに見られるっていう時を超えて、ショックね、ショックね、楽しい、いいね、初めてこの時間に配信したけどね、もうマリアも15分いけたかな、またやり、え、15分やるとなんかあるの？1日にカウントされる。あ、そう。毎日配信。え、それってさ、毎日さ、本当に1日でも途切れたらゼロになっちゃうの？なっちゃう。え、でも毎日はい、チケットがあるよね。うん、そうそうそう。何それ？毎日継続チケットってもらえる。1週間。なんか30日とか継続で配信すると、30日に1枚みたいな感じで毎日継続チケットっていうのがもらえて、配信しなくてもその継続チケットが自動的に発動されるから、だからあの1枚で1日分みたいな、そうそうそう、あ、そうなんだ、でも30日連続でやんないと1枚もらえないから、そうなんか、どうしても休むっていう時は使うみたいな感じ、でもいつも夜やってるよ、やってる、23時台結構やってて、今160日ぐらい配信 OK だよって言われた日からは毎日やってる、すごいです、ももちゃんは、ももちゃん10日に1枚だった、ごめんね、ももちゃん何日だ、ももちゃんは、え、10日に1枚、ほんと189日、さすがすごいです、こう私の見る見る1日かわいい、レアだレア、激レア、あ、かわいい、なんでもいいんだよ、あんまりやることない、うん、あ、そうなんだ、じゃあ激レアだね、めっちゃ嬉しいね、うん、でも昨日もやったんだよね、めちゃくちゃ嬉しいじゃん、昨日やって、今日やって、うんうん、2日連続でやったの、ほんとあの1回イベントやってた時ぐらい、ぶりぐらいでやってます、はい、でもね、そうやりたいんだけどさ、なんかね、やりたい、確かにいつかやりますね、ちょっとやってみたい誰の声、ももじゃない、もも来た、え、ももちゃんの声、コアスピのももじゃない、え、今、うん、え、嘘、遅刻だ、なんかめっちゃ低く感じた、うん、ね、めっちゃ低いよ声が、風邪ひいてる、じゃあすみちゃん、え、絶対、いや、すみちゃんの声じゃないの、え、でも多分ヤンガじゃない、この声って当たり前か、え、嘘、ヤンガの声じゃない、でも女の人、女の子の声だったよ、そうだね、誰だろう、鼻声、ももだった気がしたけど、え、もあちゃん、サクラティンのところに入ったんじゃない、ももが、あ、正解、あ、ほんとだ、ももちゃんぽい、かっこよくない、うん、あ、ももちゃんだ、めっちゃももちゃんでした、ももちゃんだ、かわいい声が聞こえたはい聞こえるな、めちゃめちゃ聞こえる、聞こえるな、もしかしてここも聞こえてるんじゃない、え、でも結構聞こえてる、あ、ほんと、なんか配信、なんかマリちゃんと、うんうん、さくちゃんが、うん、あのラジオ後にラジオトークしとるけど、うん、隣の子が配信しとるけどめっちゃ聞こえる、え、マジ、ごめんね、配信ってさ何時からできるの、うん、何時でも OK、 え、ラジオトークでしょ、うん、ショールーム、それはあれじゃない、でも5時から自分の事務所次第、あ、そういうこと、うん、でも48は5時からだと思う、5時か、うん、私も5時だと思う、5時から12時まで、あ、うんうんうん、そうなんだ、そうそうそう、じゃ一緒じゃない、多分一緒だね、やろうかな、朝5時から、え、やりなよ、一緒にやろうよ、え、ね、な、今日、ね、みんな眠たいけど、確かにこんな顔で、多分やばいよね、今日やばいよ ね、みんな5時って起きてますか、起きてますか、で起きてるよね、こっちはね、え、起きてる人、みんな起きてますか、5時、でもファンの方が起きてなかったとしても、ね、確かに、あの本当になんかめっちゃ初見の方が来る、あ、そうなの、なんかその早朝の時間帯って初見さん結構めっちゃ来る、多分さ、うん、他のアイドルさんとかが配信してないから5時台って、うん、配信してる人が少ないからアイドルって見
ってところを見た時に、うん、上に表示されやすいんだと思う。あ、そうなの。そうだって、えだから初見さんいっぱい来るんじゃないかなって。起きてる人いるよ、大体起きてる、さすがに寝てる。そうだよね。うーん、ねえねえねえ、じゃあスクショタイムやるかも。確かにそうだ、ね、じゃあ一旦ゆなちゃん、じゃあゆなちゃんところで、ゆなポーズ何。ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあもーちゃんポーズ。もーポーズは、うーん、これですね。これもーちゃんポーズなんで。あ、え、かわいい。本当にそう。ももね。すごい。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マリオポーズなんだろう。え、わかんない。マリオポーズ何？ももになってるの。もも、本当だ。じゃあ M してもらう。あ、M しよう。マリオポーズ。はい、チーズ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあ団長、やりましょう。投稿してね。してね。ハッシュタグ。有感ポーズは。じゃあそれぞれ団長読む。それぞれ団長読むか。そうだね。じゃあ13位からね。ね。13位からで大丈夫？うん。え？同時に言うってこと？え、これだよね。受ける。同時に言うの？同時に言うの。せーのって。13位。ないないさん。ないないさん。ないないさん。あ、なるほど。確かに。ありでましょう。うん。やったまりで。いいよ。で、まりちゃんから見せる？うん、いいよ。行きまーす。はい。13位、ルナちゃん。ラーメンさん。スキャットさん。ありがとうございます。12位、キュッチン。ギリタンショーさん。なめこさん。ありがとうございます。11位、もんまこさん。なえきさん。ゆなさりちゃん、けきなさん。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、めいめいさん。てつさん。あんころむしさん。ありがとうございます。第9位、さかこぞう。9位？うん。てつやさん。ロハあゆみさん。ありがとうございます。第8位、アルミさん。カブさん。アリスさん、ありがとうございます。そして第7位がダッツさん。ユナサリチェチェケキキナさん、うん、ありがとう。ありがとうございます。あ、あ、何位だっけ今。7位か。ファンタさん、ありがとうございます。第6位、馬太郎。タクゾウさん。アイチルさん、ありがとうございます。第5位、ともくん。ケンジです。プレジョンさん、ありがとうございます。第4位、あんこちゃん。のりさん。ドサンコさん、ありがとうございます。第3位がコシクリちゃん。ミライさん。たまちゃんさん、ありがとうございます。そして第2位、スキャットさん。スキャットさん。おー、ロボーノさん、ありがとうございます。スキャットさん、スキャットさん、うん、すごい。スキャット、スキャットさん13位だったゆなちゃんとこれ他の人がすごい、うん、第1位、カズパン。たまじさん1位か今、うん、東京のサンさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。名前呼んだ方も呼んでない方も一緒に盛り上げてくださって、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイビローンで終わるか。バイバイ。バイビローン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 。この後1時半から俺たちごちゃまぜ集まれやんやん、聞いてください。ラジオトークで無料で聞けます。ラジコのエアフリーでも聞けます。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。バイバイ。せーので、あれどこで行くの。せーので、ブチブチ。